毎度お疲れもチャンネルですということで、前回ちょっとオリジナル T シャツ作成ということで、ちょっとね完成品が届きました。じゃーん。はい、ということで、ね、チクラムチャンネル特製、オリジナル T シャツ完成しました。イエイ。はい、ということで今日はこれを着て、ちょっとねトカゲを作りに行きたいと思います。このチコラムチャンネルの T シャツを着たうっちゃんがおったら、本人なんでね声をかけていただけたら嬉しいですということで、これで作り上げるぞ。レッツゴー。そしたらね、とりあえず、ちょっとね前回のトカゲ釣りとはちょっと場所を変えましてですね、ちょっと離れたですね、里山の方に来てます。ということでね、ここね、ちょっと湿地帯みたいになっててね、ここら辺をちょっと重点的にね、ちょっと釣っていきたいと思います。そしたらね、とりあえずまた、仕掛けの方、準備していきたいと思います。レッツゴー。でね、今日はまあ、いつも通り、100キロの野辺沢の先と餌はなんですけど、ね、ミミズ取る時間もねちょっとこの前苦戦したんで、ちょっとミルワームね、なんかミルワームが食いつきってことなんで、ちょっとミルワームをねちょっと餌にしてやっていきたいと思います。ただね、とりあえずトカゲ類を見つけれるかどうかが問題なんで、とりあえずちょっと仕掛け用意してね、でちょっと探索していきたいと思います。レッツゴー。とりあえずちょっとね、ミルワームさんをちょっと、人にくくりつけさせてもらって、今からちょっとやっていきたいと思います。レッツゴー。そしたらね、今トカゲいました。ちょっと待ってくださいよ。あそこカナエビかな。あ、取れた。餌だけ持っていかれました。そしたらね、とりあえずちょっとね、残念やったんですけど、まあおることは分かったということで、もう一回ちょっとね仕掛け、そして今度はちょっと強めに、くくりつけたいと思います。ミルワームさん悪いけど、レッツゴー。釣れた。コツ掴んできたな。
大型のカナヘビ、よっしゃ投げた。そしたね、とりあえずまあね、あのトカゲ言ってもカナヘビやったんですけども、とりあえず5、6匹はね、釣り上げることができましたね。一応ね、全部、キャッチ&リリースっていう形でね、形で、ちょっと釣ったらねストラバで逃がしてあげるっていう形でやらせてもらいました。やっぱねミルワームが良かったのが、結構ね食いつきが良かったのと、結構ねカナヘビがね数が用されてたということでね、今日は大成功ということで、これで終わりたいと思います。またね楽しい動画、面白い動画撮っていきたいと思いますので、チャンネル登録、登録高評価よろしくお願いします。またね、バイバイ。しょ、ね、イタチがイタチいましたね。レッツゴー。